抱えているトイック英語学習に関する質問に答えていきたいと思います。パート5の問題を早く解く方法か、そこをだから瞬時に解けるかっていうのが大事なんで、単語はどうやって覚えるんですか。だからズレがかなりあるので、一旦できたところで取れないですから、トイックの問題は。始めました、もちちゃんです。さあ、今回ですね、トイック受けた皆様のお悩み相談します。皆さんが抱えているトイック英語学習に関する質問に答えていきたいと思います。はい、自己紹介を今のうちにしておきましょう。がんばるです。ちはやです。やまびです。やまびでいいですか。やまびではなくやまびです。やまびいいっすね。いいっすね。顔の系統が似てますよね。え、大丈夫ですか。やまびさんに失礼じゃないですか。いや、大丈夫です。やまびさんに失礼なことあんまりないです。じゃあそれぞれ聞いていきたいと思います。アドバイスを受けれるのが、まあ、この特典みたいなもんなんで、なんかありますか。これができんみたいな。あ、いいですか。はい、あのパート5の問題を早く解く方法が、うん、あー、なるほどね。そう、そのゆっくり、はい、終わってなかったですもんね。だから品詞語形問題まず取れてないんじゃないのっていうのが思うところです。早く、あ、私は全文見て、うん、ああはいはいはい、それを早くしようっていう意識 で、ね、まあ もちろんそれで終わるんだったらいいんですけど、うん、それよりはやっぱ空所見て、あ、もうここには何詞が入るなっていうのをまず覚えなきゃダメです。覚えてない。覚えてないです。大学入試だとそんなのやんないんで、そう、ここに空所があったらここには何詞が入るっていうのをまず覚えてください。それは分かってるつもりではいるんですよ、はい、なんですけどちょっと正答率を気にしちゃって早く次に行けないっていうか確認しちゃう、それやったら終わんないです、うん、絶対に。なのでまずは品詞の入る位置ですねを覚えて、あとは語尾ですね。品詞の語尾を覚えてます。なんかやったなみたいな、この語尾になったら何詞になるっていうのは覚えてますか。あ、なんとなく、なんとなく。ITY、はい、何詞。 ITY、形容詞。バカ。名詞。 ITY 名詞。はい、名詞ですね。 ITY は名詞ですね。そうそう、っていうような語尾をちゃんと覚えてください。覚えてます。覚えてないよね。 LY 副詞みたいな。そう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 、そういうやつね。 OUS 形容詞とかですね、そういう語尾と位置覚えてますか。金フレもだって4周してる。一応覚えてますよ、はい、そこをだから瞬時に解けるかっていうのが大事なんで。そうですね、なんかできてこないんですよね。あ、前回この9月受けた時はめちゃくちゃ時間を意識して何秒で解くっていうのをやってたんですよ、うんうん、そしたらものすごい落としてるのが分かったんで、生徒率の方が高くなかったってことですね。そうですね、どうしようかなと思って。速さか正確さかみたいなですね。そう、その2択になっちゃダメなんです。早くて正確にならないといけないんで、そうですよね、じゃないと解けないので、うん、そこが問題ですね。単語もでもね低かったから語彙問題も落としてるんで、めちゃくちゃ落としてましたね。語彙力大丈夫なのかなっていう。語彙力を落としてましたね。そこは心配。単語はどうやって覚えてるんですか。私は TOEIC 1ヶ月から2週間くらい前から、はい、音声で絶対1日に1週は聞くようにはして、単語帳全部。そうです、音声で2倍速とかで。単語帳、単語帳、そうです、シードで、金フレ、2倍速で分けてでもいいですし、通学中とか、家事してる最中とかで絶対に分けて1周聞くようにしてました。なるほど。私もそれをやっていて、1周毎日聞くようにしていたんですけど、なんか全然頭に入ってこないことが分かったので、今は電車の中で100単語ずつ、まあ、1日200ぐらいできればいいかなっていう感じで全部隠して、出るまで全部頭の中出るまでやってます。この9月からそれをやってます。そうですね、まあ、テスト形式にしないとダメですからね、まあ、シスタンからちょっと変えてください、はい、特用のものに。そう、テストしてなきゃ意味ないんで。あ、初めの1ヶ月2ヶ月くらいで1000単語全部もう出るようにして、はい、うん、まあ、9割方くらい出るようにはしたんですね。意味が出るように。あ、そうです、意味が出るようにして、うん、でその時に短期記憶では覚えたなっていう感覚になった後に、なるほど、ダメですけどね、短期記憶を覚えたってことはありませんので、はい、でそれを定着させるために毎日絶対一周聞くっていうようにして長期記憶に変えていけるかなっていうふうに。聞くってどういう、英語だけが流れるんですか、フレーズだけが流れるんですか。あ、フレーズと日本語ですね。ああ、日本語が流れる。日本語が言われる前にパッと浮かべるっていうような、はいはいはい、ありますね、そういうのね、ことをしてます。まあそれでも悪くはないですが、知ってるのもいっぱい出てくるわけですね。そうすると、はい、効率の問題が出ちゃいますね。知らないものをやっぱ集中して繰り返さないといけないんで、はい、知ってる表現いっぱいやっても
無駄になってしまうっていうデメリットもありますね。それ選べるといいんですけどね、この単語だけ流すとか、うん、そういう機能ついてないんですか。いやそこまで見てなかったです。 ABC 度の有料版で多分オリジナル単語帳とか作れると思うんですよ、ね、有料版で作れそうです。他ありますか。どこから戻ればいいのかなっていう、うんうん、英語の勉強を。そうですね、全然もう点数取れなかったんで、やっぱ単語ですね。まずトイック用の単語帳やんなきゃダメなんで、だから分かると思うんですけど、シスタンできたところで取れないですから、はい、トイックの問題は。そうですね、基礎とプラスで、まあ、トイックに出てきたら激ムズ単語みたいなのもシスタンの後ろの方やってるんでできるんですけど、被らないのが多すぎる。トイックに出てくる単語とシスタンだと被んないものがすごく多いので、トイックで知らなきゃいけない単語入ってない、訳もトイック用の訳じゃない。あ、トイック用の訳じゃない、うん、そうそうそう、違う訳、そうなんです、うん、になってることだってあるんで。あ、なるほど、はい、例えばトイックでアプライって言ったら、はい、何ですか、意味、当てはめるみたいな、ほらね、あれ、そうそう、当てはめるの意味は一番重要じゃない意味になるから、トイックだと。え、そうそう、そういうことですね。アプライの意味、他の意味は申し込みね。そうそうそう、申し込むが一番多いですね。2番目に出てくるものっつって多分出てこないですよ。2番目にアプライって何の意味でトイックで出てくるか。え、他あるんですか、はい、っていう風になるんですね。だ、塗るとか貼るだから。あ、そう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 、でペンキ塗ってるシーンでアプライって出てくるし。あ、なるほど、はい、そういうことなんですよ。だからズレがあるので、あ、それは買わなきゃ。そうだからね、面白かったんですよ。だから自分で教えてる時、予備校で受験生たちにトイックの知識出すとみんなもはぁみたいな、受験で超むずい時にしか出てこないみたいな。だし、逆もしかりで、トイック側では受験の話すると、え、そうなのみたいな、知らなかったなると、だズレがかなりあるので。なるほど、はい、そこを埋めなきゃいけないですね。だ、単語です。どう考えても知ってる単語は聞こえるけど、知らない単語は聞こえないし。そうです。あとパート1、2のちょっとパターンも知らないといけないので。ああ、パターン、ね、そうね。あと総合対策もやった方がいいですね。そもそもだってそれぞれが何問とかも知らないでしょ、それぞれのパートが。ああ、全然分かってないです。それで何回も受けてるんですよ、これは。お金だって7000円ぐらいするんでしょ、あれ。大学企業申し込み5000円。ああ、割引のやつありますね、はい、でも5000円。そうですね、無駄ですよ。無駄でしたね、はい、大学も生協もそんな無駄な費用で割引かけてごめんなさい、はい、それぞれの生協多分10万払ってるはずですから、毎年、はい、ありますか。私いいですか、はい、リスニングの勉強で、はい、手っ取り早いのがシャドーイングとかって言うじゃないですか。それがちょっとやる気にならない。やる気にならない音声聞くけど言わないってことなんですね。そうです。本当に意味あるのかなって思っちゃうんですよ。なんか遠回りしてる気がしちゃって、はい、あんまり勉強した気がしないっていうか。なるほど。いや、1000個全部聞き流す人が言うてるかっていう感じで、そっちの方がずっと遠回りだと思うんだけど。それ聞いて、まあ意味が出せんだったらまあ別にいいんですけど、トイックは特にね、まあ、LR だけなのでいいんですが、ただ全部使った方が耳、目、口やった方が記憶には残りますし、それ聞こえるのも増えるんですよ、実際。ただシャドウイングが難しいと思います。できます、そもそもって感じです。できないと思う。でも線そんなに毎回毎回聞いてるんだったら覚えててもおかしくないですよね。それだったらできてもいいかなとはちょっと思うんですけど、まあ、まあまずはその日本語訳出すで構わないと思う、はい、でその後でまあオーバーラッピングですね、見ながら言ってく、うんうんうん、でそれもできるようになったら見ないで聞いたのをこう言うっていうのがシャドーイング。シャドーイングにもその発音とか音に集中したものと意味を集中したシャドーイングの2種類があるので、うん、そのまあ、なるべくその発音もまあ気にしては欲しいんですが、はい、意味を気にした意味を考えて言うっていうのがいいので、アウトプットじゃないインプットの方ではそっちがいいので、はい、まあ、それを意識したシャドーイングっていうのはまあ効果はあり、はい、まあ、やってみるのもいいと思うんです。そんなに何回も聞いてんだったらあ、キンフレでやってみても意味ありますか、はい、あると思いますよ。だからそれをまず知らない単語だけで、うんうん、やって、まあ、あとはパート3、4とか長いやつでもパート2でもいいんですけど1でもいいんですけど、3、4だったらリーディングに出ますし、同じ表現がそれを頭に入れるという意味ではシャドーイングは、はい、記憶に残りやすいのでいいんですが、まあ、でも僕は強要はしません。やった方が記憶に残るけど、はい、そのなんかどうしてもやりなさいとは言いません。シャドーイングは難しいんで、特に、はい、できないとイライラしちゃうんで、うん、あなたのそのレベルではありません。まあ違いますね、はい、まだ単語をまず覚えてください。まあ、その単語を覚えるときに音を使うのも別に、これから悩みを聞きましたんで、どういう風に上げていくか楽しみですので、はい、ぜひ応援してあげてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。